皆さん、こんにちは、えー。カローラツーリングなんですけども、先日、特別使用者が発表されてですね、えー、この2000リミテッドっていうのが出ました。限定500台ということなんで、見たらですね、もう完売しました。まあ、そりゃそうですよね。500台しかないですからね。なんで、もう買うことできないんですけど、まあ、今後、 カタログモデルになるのかなーっていうそんな願望とですね、カロラスポーツの方にも乗っかるんじゃないかなっていう願望も込めてですね、どんなもんか見ていきたいと思います。はい。じゃあ早速中身見ていきましょう。えー、見た目がね、そんな変わった様子がなくて、この辺が、これルーフレール。 色が変わってますねあとはエアロがこういうところについてたりとかしないので見た目はほとんど一緒っていうか変わりなしですかね 2000cc ってあるんですけどガソリンの 2000cc が追加されただけなんで、えー、ハイブリッドには2000じゃないですということなんでここのエンブレムは。 黒です、ね、えっ、ー、とここはなんか失踪しちゃいますねどっかの山道かこれグッドフィーリンググッドツーリングってことで、まあ、2000cc もあればね結構余裕を持って走れるんじゃないかなっていうそんな気がしますけど、えー、ボディカラーはレッドマイカメタリックっていう色みたいですね後ろも変わって ってないで,すよ、ねうん、でこれがエンジンですかね<ん>ええー、この組み合わせですよ 2000cc の新しいダイナミックフォースエンジンってやつとダイレクトシフト CVT、まあ、これは国内カローラシリーズ初搭載って書いてありますね 日本ではね一応レクサスの UX が確かこの組み合わせをもう採用してますから日本初じゃないんですよねで海外にも確かこの組み合わせはあったと思うのであと CVT もこれヤリスが確かこれ積んでますよねなんで意外と信頼性はもうすでにそこそこあるもんじゃないかなっていう気がしますね で燃費が乗ってるんですけども1 6 6キロここに16.6って書いてあるんですけど、えー、他のグレードだと CVT は1 4 6キロなんですよで1.2のターボのマニュアルが1 5 8キロっていうことなんでこのカローラーツーリングシリーズの中でも 最も燃費のいいモデルになってるんですよねちなみにカローラスポーツも加えてみるとこれが 16.4kg になりますガソリンモデルですよ全部なのでカローラ3兄弟の中でも一番燃費のいい車っていうことになるみたいですねでこれパワーもね170馬力もあるんで結構 こう速いんじゃないですかだから速くて燃費がいいんだからいいっすよね。<laughs> すごいな。まあ、発信用の、まあ、低速用のギアが別についてるんですよね。で、そこと CVT を組み合わせて走るっていうのがこのダイレクトシフト CVT っていうやつなんですけど、パドルシフトもついてるんですよ。なかなかいいっすね。 で、これが、えっ、ー、と、エクステリアってやってるんで、まあ見ても、そんな変わってないですね。ホイールが、ちょっとデザインが違うんですけど、17インチは変わらず。ルーフレールは、あ、塗装か、これ。塗装らしいですね。で、電角があって、 ミラーヒーターと BSM はもう標準装備です。なるほど。安全装備もオプションというか特別装備なんですね。で、中がこれ全然違いますね。なんかここが赤くなるだけでもなんか全然イメージが変わってくるんですけどノーマルの状態だとここはシルバーなんですけどね。赤ですよ。 椅子も、えー、カローラスポーツの GZ についてる、あのスポーツシートが使われてるみたいですね。材質はちょっと違いますけど、まあ、メーターも違うね。結構違うね。で、何が違うかっていうのがここにあるんですけど、えーと、椅子。 これですね。ヒーターもついてますよ。すごいですね。しかも、撥水機能付き。メーターがこれ違いますよ。このメーターは、確か海外もデジタルメーターにするとこれだったんじゃないかな。なんか見たことあるんだよな、これ。 これ、針に変えられないのかなどうなんだろうで、あとは、ステッチが、グレーになってるんですね。白じゃないんですね。で、レッド加色。これ、パーツで変えねえのかな <laughs> 変えたら付けたいな。高そうだけど。で、えっ、ー、と、パドルシフトが付いてて、 ステアリングヒーターも付いてるんですね。寒冷地仕様につけるようなものも付いてるわけですね。ナノイ、e、ーがあって、ディスプレイオーディオはもう最初から9インチ。ってことはもう、これオプションなんですけど、おそらく、もうね、つけるもないですね。こんな感じですよ。 姉上精神ってこれ、ハイブリッドにしか付かないと思ってたんですけど、付いてますね。えと、あとは、BSM も付いてるでしょ付いてるでしょうん。ヘッドアップディスプレイも付いてるんですね。これは、カローラスポーツの GZ にしか付かないオプションなんですけど、 これもついてるみたいです。しかもオプションじゃなくて、ついてます。で、こっちは、えー、っと、そうですね、フロントシートも同じか、あれかあれか、うんうん。で、ナノイーがあって、イルミネーテッドエントリーってあの、 暗くてついてるの分かんないっすよって言ったあれですね。で、ディスプレイオーディオが9インチ。で、CD と DVD デッキ。これがついてるんですか。あ、これはオプションですね。さすがに。つけられるようになったみたいですね。どうやら。<laughs> あのディスプレイオーディオになって CD が聞けなくなったっていう声が。 多かったせいなんですか、ね、あのヤリスにはオプションがあるんですけどカロラにもオプションが付くようになったんですかねあとは置くだけ充電もついてんのすごいじゃんということでつけるオプションほとんどないです <laughs> すげえなこれま ETC、あ、はついてないかまっ、あ、てそんなもんですよ付けたって で、価格が262万円です。262万円なんですけど、えー、一番高いカローラツーリングのダブルバイビーってやつがね、確か235万円ぐらいです。27万円ぐらい価格が上がってるんですけど、オプションを見る限り、 27万円で付くようなオプションどころじゃないのが付いてたりするんで、かなりお買い得なグレードというか車だと思います。残念なのはもう買えないっていうことなんで、ぜひカタログ化して、マイナーチェンジのときでもいいんで、売ってください。